イケメン入りまーす。どうも、超絶イケメンです。ちゅうことね、ちょっとカメラの位置が悪いですね。はい。でね、今日は何を語ったのかっていうと、ミャンマーの治安部隊のね、弾圧がね、もうピークかな。まあ、ニュースのね、再生数を見る限り、さほど日本人は、今興味を持ってないかもしれないけど、もうちょっと興味を持ってもらっていいですかね。ミャンマーの治安部隊の暴挙、あっちをちょっと興味を持ってもらっていいですか。まあ、前動画にしたと思うけど、クソひどいからね。うん。これ何十年前の話っていうことが今行われてるから。うん。もともとね、ミャンマーに関してはね、もう12年ぐらい前からね、映画でもね、結構ネタにされてたんですよ。ランボーとかで。これあれだから、まんま今のミャンマーのことを、映画にしてるんで、12年前からだよ。うん。軍による少数民族への迫害が激化する中、ランボーは淡々と生きていたみたいなこと。その、ね、軍事政権の暴挙に、ランボーが立ち上がるっつうね、その、少数民族をさ、もう虐殺する奴らを皆殺しにするんだけど。うん。ほんと、今、ミャンマーはその、ランボーの映画のまんまの世界観になってるからね、今。まあ、今警察官がさ、その医療従事者をさ、捕まえてさ、もう、めった打ちにしてる映像が流れてさ、今問題ないと思うんだけど、警察官ほんと医療ボランティアをね、ほんと、めった打ちに、もう殺すつもりでやってるからね、あれ見ればわかるけど、うん、殺すつもりでやってるからね。ヘルメットが吹っ飛んでんのに、長いさ、ロングライフルで思いっきり頭後頭部をさ、バコンってやって血がブシューって吹き出ててさ、あれガチで殺す気でやってるからね、あれ。うん。もうそもそもさ、軍っていうのはさ、防衛手段であってさ、その国民とかを守るためにやるんですよ。うん。自衛隊がそうじゃん。自衛隊ってあれ名を変えた、あれだ、旧日本軍だからね、あれ。言っとくけど。うん。日本軍なんですよ。自衛隊っていうのは。うん。日本は戦争しないって言っちゃってるから、軍は作れないから、自衛隊っていうね、日本独自のブランドを作ったんだけど、でも自衛隊って尊いよ。うん。まあ、震災があったりとかしたらさ、すぐに来てくれて、助けてくれるじゃないですか。うん。だからその、自衛隊ってそうあるべきなんだよね。うん。守る術は持たない。戦う術は持たない人たちを守るのが自衛隊の仕事なんだよね。うん。で、それはもう別に他の軍もそうなんだよ。うん。他の国の軍隊も本来そうあるべきなんだよ。はい。弱い人とか守る術を持たない人のためにあるんだよね。で、やっぱ日本の自衛隊って質がいいなと思うんだけどさ、もう、国民性がわかるよね。わかる？気づくことない？これ見て。何も気づかないかな。日本の自衛隊の戦闘車両見て。国民性が出てるんだよ、もう。各国戦車とかあるけど、戦闘車両にウインカーがあんじゃん、日本って。他の国で軍ってやりたい放題なんだけど、日本は、ウインカーがあるんですよ、戦闘車両に。要は、彼らは、こういう兵力を持っていても、ちゃんと法に則って、うん、生きているんですよ。活動しているんですよ。だからこう、ウィンカーがついてるの見ると、やっぱほら、日本人ってね、やっぱ優しいんだなって思うよね。うん。だから他の国もね、育ってほしいんですよ、俺は。うん、こういう軍とかそういう力を持った人っていうのは、弱い人のために動いてほしい。で、今回のね、まあ、ほんと、ランボーの世界観になっちゃってるけど、ほんとこのままだからね。ミャンマーの内情って。単に軍が虐殺を楽しんでるだけだからね。人を殺して遊んでるんだからね。うん。ほんと遊んでるだけだよ。あいつ遊んでるだけだからね。殺して。ゲームだ、ゲーム。うん。人を殺して楽しんでるだけだから。遊んでるだけだからね、あいつら。うん。だって誰のプラスにもなってないからね。普通ああいうのってもう、下の連中がね、模範起こすんだけどな。いや、こんなのおかしいだろって。非人道的だろって。こんなのダメだろって言ってさ。だいたい模範とかね、暗殺が起きんだけどね、全然そういう気配ねえな。うん。もしかしたらもう、中国って国はね、基本的にもう、どっからどこまでも腐ってるのかもしんないね。うん。はい、ということでね、皆さん、本当にね、12年前に見に行ったランボーまんまの世界観になってるから、ミャンマーが。軍による虐殺？虐殺ゲームがね、すんげえことになってるから、まあ、ピークじゃないか、本当に。だから、クソくだらねえね、ゴミみたいな YouTuber の動画見なくていいから、こういうことにね、同じ地球上で起きてることだから、
同じ地球上で起きていることだからね。関係ねえじゃ済まねえから。ここ、1ヶ月ぐらいで相当激化したんじゃない？うん。というわけでね、皆さん、少しはね、海外のことにも興味を持ってください。一言じゃないんでね。うん、はい。ということでね。一刻も早いね。事態の鎮圧化をね、願っています。はい。ということでね、意見を変えます。じゃあな。